皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今日はですね、初のコラボ動画ということなんですけれども、まあ、コラボといってもですね、別の YouTuber さんとこうお会いして、何かをするっていうわけではなくて、ある YouTuber さんからいただいたものがありますので、そちらの方をちょっと今日は紹介したいと思います。で、今回いただいたものをどちらからいただいたかといいますと、こちらハードオフ非公式ファンサイトさんというところからいただきまして、こちらのチャンネルの方はですね、全国のハードオフをめぐって、レトロなパソコンやレトロなゲームをこう買い漁っておられる方で、先日ですね、ついに日本中の、ハードオフの全店舗を回られたという素晴らしい方なんですけれども、そちらからこうジャンクの詰め合わせをいただきました。というわけでいただいた箱が、まあ、こちらで、まあ、ちょっと蓋を開けちゃったんですけれども、はい、このようにですね、中身がダッと入ってるわけなんですけど、今日はですね、これを、開けた箱をの中身をですね、ちょっと紹介していきたいと思います。はい、じゃあですね、まあ、箱の一番上のものからちょっと紹介していきたいと思うんですけども、まず箱の一番上に入っていたのが、こちらですね。はい、こちらです。はい、これは、あれですね、シリアル ATA のケーブルですね、これはね。はい、が、2本入ってます。はい。それから次が、これはヘッドホンですよね。まあ、普通のステレオミニプラグの、ヘッドホンで、まあ、これ多分豚のイメージでしょうかね。ピンクの豚のイメージでしょうか。はい、まあ外ではちょっと使うにははばかるかもしれないですけど、まあ、家の中で使うには十分かなと思いますね。はい、それから次が、はい、こちらが iPhone5C 用のケースになりますね。はい、まあ、自分はちょっと iPhone は持ってないので、まあ、使い道はちょっとないかもですけどね。はい、次がですね、こちらです。はい、はい、東芝のホイール付きの USB マウスですね。はい、まあこれは あっても損はないかなとは思いますね。はい、まあ、万が一その、今使ってる、この無線のマウスが電池が切れちゃった時の、まあ、緊急用として使う感じですかね、これね。はい、で続いてが、こちら、はい、これは、まあ、私の記憶が確かなら、クリスマスツリーの飾りかなと思うんですけどね。はい、ミスター・ビーンがハロウィンに行って床に落っことして検品しながら選んでた、このキラキラのボールですかね。はい、はい、そして次が、はい、ちょっとパッと見はわからないですけど、まあ、このパッケージの表書きを見ると、まあ、携帯式の空気清浄機かなと思いますね。はい、箱はこれシュリンクに入っちゃってて中はちょっと見れないんですけど、多分このお品書きを見れば多分空気清浄機ですね。はい、そして、こちら、はい、エレコムの、パソコンに直差しの3ポートの USB ハブですね。はい、まあ、これは、まあ、普通に使えるんじゃないかなと思います。はい、USB ハブですね。それから、次が、これですけど、はい、まあ、これはあれですね、スマホ用の
まあ、自撮り棒に見えましたけど三脚ですね。こっちの長い棒がこう三つ足になってる、多分三脚ですねこれはね、はい、これはまあアモナイトセッターとか行った時に使おうかなと思います、はい、さてそっからちょっとこっからちょっと大きいものになってきますけど、はい、こちらです、はい、ロジクールの、マルチメディアスピーカー、まあ、ステレオスピーカーですね、はい、まあ、これはですね、今使ってる、パソコンのスピーカーがちょっと音のガリがひどいんで、そろそろ買い替えようかなと思ってたところだったんで、まあ、これはね、ちょうどいい感じですね、はい、非常にこれはありがたいですね、はい、そして次がこちらですと、はい、はい、こちら Bluetooth の、キーボードですね、はい、これは、スレート PC を見やすい角度で立てられるスタンド付きとあって、まあ、エレコムのものですね、はい、まあ、これはこれで、まあ、いいんじゃないでしょうかね、はい、そしてあと2つあります。次がパッド、はい、こちらあのちょタブレット PC とあるので、まあ、間違いなく中身は、まあ、Android のタブレットだと思うんですけど、ただこの周りに一切、型番とかメーカー名が書かれてないんで、ちょっと詳細は分かりませんけども、まあ、一応タブレット PC ですね。多分大きさから言って7インチのくらいの液晶のタブレットかなと思います。はい、まあ、これはちょっと後で動作確認してみたいと思います。はい、で最後、一番箱の一番下に入ってたものなんですけど、はい、こちら、日立のノートパソコンですね。はい、これ上開けますと、はい、こんな感じ。はい、ノートパソコンです。はい、で、こちらの型番が、はい、多分これは昔日立が作ってた、まあ、ビジネス向けのパソコンに、まあ、フローラっていうシリーズがあったんですけども、そのフローラの、ノートパソコン、まあ、あのフローラにはデスクトップと液晶一体型とノート PC ってあったんですけど、まあ、そのうちのノート PC でなおかつ、まあ、モバイルしやすい大きさので、ノート PC ですねこれね、はい、多分フローラだと思うんですけど、ただこれ、まあ、本体だけなんでAC アダプターがないんで、まあこれちょっと後で動作確認したいと思うんですけど、電源入るかどうかちょっとわかんないですね、はい、はい、はい、じゃあここからですね、いただいたものの中で、ちょっと動作確認をしたいものをちょっと見ていきたいと思うんですけど、まあさっきの、はい、こちらタブレット PC なんですけど、箱を開けますと、はい、まあちょっと今未使用には見えるんですけど、まあ、箱がこれ開いてるってことは未使用ではないのかなとも思いますけど、はい、こちら開けます、はい、一応このビニールが貼ったままなんで、まあ、未使用なのかなとは思うんですけど、本体にもこう何もメーカー名とか製品名がこう書かれてないんで、ちょっと、やっぱり詳細は分かんないんですけど、さあじゃあこれパッと見この、まあ、画面側と背面にこう両面にカメラがついて、まあこれ当然かなとは思いますけど、
ちょっとここにあるのが、まあ、電源ボタンかなと思うんですけど、これちょっと電源入れてみましょうか。はい、長押し。まあ、バッテリーの残量が全然ないのかなと思うんですけど、ちょっと電源つないで充電をしてみましょうか。ここにマイクロ USB の端子があるので、ちょっと入れますと、どっか LED が光るとかはなく、充電されてるかどうかもちょっとわかんないですね、これね。はい、じゃあ充電の状態で電源入るかちょっとやってみましょうか。ほっと、くっと、はい、入りますね。じゃあこれはちょっとしばらくこの状態に、充電始まった表示が出ましたけど、はい、これでもう一回電源をすると、おっと、電源入りましたね。はい、入ったと思うんですけど、どうでしょう、どうでしょう。入ったのか入ってないのか、わかんないですけど、もうちょっと置いときましょう。はい、じゃああとはこちらですね、日立のノートパソコンなんですけど、まあ、バッテリーは多分放電しちゃってると思うんですけど、まあ一応電源入れてみましょうか。はい、ポチッと。ポチッと。というわけで、まあ、こちらも音が出ませんので、多分バッテリーは放電しきってるんだと思うんですけど、まあ、AC アダプターがないんで、ちょっとこの状態では動作確認はできないんですけど、まあ、いずれ、ジャンプで AC アダプター見つけられたら動作確認をしたいと思います。はい、ちなみにこの日立のノートパソコンは多分フローラの 220W の、まあ、NC2 っていうのこの真ん中のいわゆるモバイルノートのモデルだと思うんですけど、まあ、時期的には、自分が昔使ってたこちらですね、はい、パナソニックのレッツノートの W62 っていうやつなんですけど、まあ、これと時期的にはほぼ一緒だと思うんですよね。はい、まあ、こちらは、日立のノートはこれセレロン M で、こっちはペンティアム M ですけど CPU ですね。まあ、時期的にはこれ、まあ、一緒の大体2004年くらいのモデルかなと思うんですけど、まあちょっと動画確認は後ほどということにしたいと思います。はい、というわけで今回はハードオフ非公式ファンサイトさんからいただいたジャンク箱の紹介でした。まあ、今回ですね、ちょっと動作確認しきれなかったものはおいおいちょっと、確認をしていきたいなと思うんですけれども、まあ今回ですねいただいたものの中でこのスピーカーはですね、非常に嬉しいものでした。はい、というわけで、ハードオフ非公式ファンサイトさんありがとうございました。今後ですね、動画のネタにしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。